お顔の7割のイメージは眉毛が握っているんです。メイクからボンジュー、パリコレメイクアップアーティストのシシーです。皆さんこんにちは。しょりぽっちんセルフ眉カット、眉毛のお手入れどうされてますか？眉毛ってお顔の中で7割のイメージを持っていく本当に難しいパーツなのにもかかわらず、メイクの中で最も難しいと言われております。そしてその眉メイクをしていく前には必ず正しい眉カットが必要ということで、本日は眉カットの極意についてお伝えしていきたいと思います。これを見たら眉カットが上手くなる。ぜひぜひ最後までお楽しみください。眉カットなんですが、本当は私の眉毛を使っていろいろにいじって見せて差し上げたいんですけど、私ねアウトメイク入ってるので描き方のセオリーとかルールについて伝えていきたいと思います。まず眉毛美人になるためには、まずは眉カットが重要なんですね。眉カットに使っていく道具、ツイザー、毛抜きと呼ばれているもの。毛抜きはきちんと根っこから取れるものを選んでほしいの。っていうのは、良くないものを使ってプツンと途中で途切れてしまって、途切れた先っちょが皮膚の中に潜っていく、毛が生えてくるところに皮膚が潜っていくっていうのと、これ潜り毛って言って永遠に取れない毛になってしまうんですね。取れないといって何が起きるかっていうと、その潜った毛の上に皮膚が張るので、この毛を再び引っ張り出そうとした時、メス入れて切ってあげるとか、ほじりくり出してあげないとピックアップできなくなっちゃうんですね。透明感のある綺麗な素肌っていうのをできたら守り抜いていただきたいので、毛抜きを選ぶときはきちんと掴んで離さないものを選んでください。2つ目、ハサミ。ハサミはカーブしているものを選んでください。このねカーブは何のためについているかというと、この眉尻の下のここの部分をカットしていくためにこの丸みがついています。なのでハサミは丸みがついているもの、そして切れ味の良いものを選んでください。3つ目、コーム。これ持ってない方結構多いんですけれども、眉カットをしていくときには必要不可欠です。一番初めに眉毛の毛流れを整えてあげたり、毛が濃くなっている部分のところをすくためにくしを入れて毛を立たせてあげて、毛先をカットしてあげるというときに使ったりします。毛流れをきちんと整えないと、その眉毛のラインから飛び出した毛をカットしていくことというのはできません。とても地味な役割にはなりますが、眉毛を一番初めに溶かしてあげてから眉カットをする、眉メイクをするということはとても大切なことです。ぜひこの眉毛コーム一本持つようにしてください。アイジシェーバー、パナソニックのものこちらにドンキホーテで買ったものです。こういう形になっていて、これはね眉毛を剃っていくためのものです。水やフォームを使わなくてもドライの状態で目の周りについている、眉毛の周りについているムダ毛をきれいに掃除してあげることができます。眉毛がつながってしまっている方とか、まぶたの上の産毛が多い方にもおすすめです。このあたりが眉毛をカットしていくためのもの。一番初めに何をするかというと、シェーバーを使っていきます。シェーバーのこの平らの部分を利用していきます。この上の方からシューピタ、ここで角度を超えてシューピタ、ここのね平らな部分を利用して周りの産毛をきれいに整えていきます。まぶたの上に産毛が乗ってしまっていると、それだけでくすみがかかっているような印象になりがちです。目の眼球の周りの毛もきれいにお片付けしてあげましょう。動かし方はこうです。こめかみから始まって目の下、ここ結構ね産毛生えてる方多いですよ。ここにまず1個目、そして2つ目は眉毛の下から下に下ろす、下に下ろす、下に下ろすというような形で使っていきます。眉毛と眉毛の間がつながってしまっている方、立てて横に擦らせるようにしてください。眉毛がつながっているとそれだけで野生児っぽい感じなので、ぜひ眉毛のつながりには注意です。お子さんのも同時に見てあげてくださいね。アイジシェーバーすごい便利なんでしょう。この時にこの、ね、目の周りをきれいにしてあげるだけじゃなくて、こっちの方も、こっちの方も同時にシェービングしてあげるとお肌の透明感が戻ってきます。眉頭、眉山、眉尻、それぞれ眉毛にはポイントの名称がついています。眉頭の正しい始まりは小鼻の真上、小鼻をそのまま真上に持ってきた時、
ここが大体の眉頭の始まりです。眉毛の中で最も高さがあるところに設定する眉山の位置は、クマ目と白目の境目と目尻のこの白目ゾーンをまっすぐ上に行ったあたりに収まるとバランスが良いとされています。私の経験から言うと、それよりはだいたい1ミリぐらい若干気持ち外側に持ってきてあげた方が、アラサー移行チームはバランスが取れやすい方が多いかなというふうに思います。眉尻はコアな目尻の延長に眉尻が来ることが好ましいとされています。これはですね、本当眉毛に関しては、時代のトレンドや教科書によっていろいろパターンがありまして、小鼻始まり目尻の延長というふうに言っているところと、口角目尻というふうに言っているところとあります。それぞれ両方とも間違いではないです。小鼻目尻眉尻のこの直線上にすると、より長く口角目尻の延長線上に眉尻に持ってくると、より短く仕上がります。ここで注意しておいてほしいこと、眉毛は短く仕上げればやんちゃで若々しく勢いのある感じに、眉尻を長く仕上げると誠実でおとなしいイメージになります。このイメージどっちにしようかなっていうふうに、その日のイメージで決めていくというのももちろんありなのですが、アラサー移行チームに至っては年齢とともにこめかみがへこんできます。こめかみ、へこんだこめかみを膨らましていくと、女性のお顔というのはふっくらとして若々しく張りのあるお顔に見えやすくなります。その時は眉尻気持ち長めに描くと、お顔ふっくら若々しく見える。で、角度なんですけど、眉山から眉尻までのこの角度、この角度をは一体どれぐらいが好ましいのか、ここね、ここを軸にしてこういくのかこういくのかってことですね。目のパチッとしたこのカーブ、このカーブをそのまんまこう持ってきた時が一番内側に入っている時、これよりも内側に角度は入れちゃダメです。理想としてはパチッと目が開いた時、そのまんまよりもちょっと上げてしてあげた方が、お顔全体がギュッとリフトアップして見えます。女性の顔って年齢を重ねるにつれてダウンラインというものが出てきます。口角、ほうれい線、目尻、お顔の横に下に向かうラインが出てきてしまいます。この時に同じ方向で眉尻も持ってきてしまうと、ワクッと下がっているような元気のないお顔に見えてしまいます。なので眉尻だけはほんの少しだけ逆らうようにちょっと上げてあげると、お顔全体がギュッとリフトアップして見えるので、ぜひ参考にしてみてください。ハサミの使い方、ここのカーブの部分を利用しながら使ってください。自分に近い方の歯を皮膚に当てます。この部位の中に毛を入れていくような感じで、こっちを肌に沿わせながら歯の中に入ってきた毛を切っていきます。このカーブに合わせてハサミをスライドさせていく。眉頭にはだいたいこの辺りに上に上にと飛び出る毛が出てくるんですね。眉毛の毛の生え方について解説します。眉毛の毛の生え方は大きく分けて3段階に分けられます。頭というふうにつく眉頭、眉頭の毛は下から上に向かって飛び出すように生えています。ピョン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 と上に向かって生えています。眉毛の真ん中は横に向かって毛が生えています。ポンポンポン、真横です。お尻という字がつく眉尻は下に向かって毛が生えています。眉毛ってこんなに小さな面積なんですが、毛の流れというものがあるんです。ということで、一番初めに何をしていくかというと、まずシェーバー、シェーバーが終わったら、次眉カットはここにハサミをこう垂らしていくようにカットしていきます。この中で最も毛の重なる部分というものがあります。どこだかわかりますか？ここです。この部分が一番毛が重なって濃くなりやすい。眉毛ってこんな小さな面積ですが、グラデーションをかけてあげる必要があります。こっち側から眉頭、
眉尻、眉頭が一番薄く、眉尻が一番濃く、これをカットの段階でできるだけ差が出ないように作ってあげるのがコツです。ということで、ここに毛が一番濃くなりやすいエリアというのがあります。これをこの周りの毛を全部きれいにした後、ここの毛だけを気持ちハサミとコームですいてあげると眉毛ってすごくきれいに仕上がってきます。眉毛にちょっと斜めにコームを少し斜めにして、眉毛の一番濃くなっている部分に差し込みます。そして気持ち眉頭方向に向けて動かす。コーム今少しだけ動かしましたよね。差し込んで動かす。眉頭の方に動かすと毛がちょっとだけ立つんです。この毛が少しだけ立ったところを毛先めがけてちょんちょんちょんとすいてあげます。これをしておくと眉毛の中の真ん中、ここだけ眉毛が濃くなってしまっているというのの色味の調整ができて、後々眉メイクをした時に一番濃く薄くのグラデーションを叶えていくことがしやすくなるんです。そしてツイザーはできるだけ使える範囲は最小限がいいです。アムラー世代の方、あの時眉毛をいじめすぎて生えなくなっちゃってる方ありませんか？抜く場所というのは最小限に留めておいてほしい。私がねよく抜くのはねこの辺りですね。この辺、この辺りは毛がこうやってすだれ状にかぶってしまっているので、毛の調整のためにこう下から毛ツイザーを潜らせるような形で抜いてあげることが多いかなと思います。そしてツイザーを使う時の注意点は、掴んだら絶対に離さないこと。毛流れの向きに向かってツイザーを動かしてください。眉毛の頭は上に向かって生えている、眉毛の中腹は横に向かって毛が生えている、眉尻の方は上から下に向かって生えている、この毛流れに沿ってツイザーを動かすようにしてください。掴んだら離さない、掴んだら離さない。このピョンピョンって飛び出しているところもチョキッとしちゃっていいかな。こんな感じですかね。眉毛っていろいろとルールがあります。いくつかのルールおさらいしていきましょう。眉頭は薄く、眉尻は濃く、に毛がかぶって一番濃くなっている部分、毛先だけ慎重にすいてあげる。3、ツイザーを使う部分は最小限に、そして掴んだら絶対に離さないこと。途中でブチッとちぎれてしまうと毛が皮膚の中に潜ってしまう原因になります。以上が眉カットの極意でございます。本日の動画いかがでしたか？本当に少しの差で眉毛のイメージって変わってきます。本当にね、眉毛って毛一本でイメージがだいぶ変わってくるので、眉毛を抜くときやカットするときは慎重にしてください。最近のトレンドの眉毛としては、毛自体を短く刈り込まずにふわふわっとした感じで長さを出して残していくというメイクが流行りではあります。眉毛って財産、毛ってね財産なんです。子供の額って産毛が多いんですよ。ぜひぜひね、お子さんのおでこ見てみてください。若ければ若いほど産毛って多いんです。あのふわふわっとしている眉毛、眉毛に腰があること、これって若さの象徴でもあります。ぜひ立体感のある眉毛をメイクで作っていくためにも、その一歩前の眉毛のお手入れ、これぜひ丁寧に丁寧に行ってみてください。眉毛一本でイメージは変わります。本日の動画いかがでしたか？最後までご覧いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価コメントもお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。動画、毎日作っております。また明日ここでお会いいたしましょう。パリコリメイクアップアーティストのシシでした。またねー。バイバーイ。チョキンチョキン。チョキンチョキン。